サンキューフレゼンスライフタイムボクシングフライト7、ただいまより本日のメインイベント、 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー115パウンド、姿勢ジム所属、ここまで26勝 15KO2 敗、日本最速で掴んだ世界タイトル、そして2団体統一も果たした元 WBA、WBC 統一世界ミニマム級チャンピオン、日本最速で世界2階級制覇を成し遂げた元 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン、世界最速で3階級制覇を達成した元 WBA 世界フライ級チャンピオン、そして本日、昨年大晦日に続き指名挑戦者を迎えての3度目の防衛戦、日本初の男子世界4階級制覇王者、 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、井岡一翔。観客の歓声も拍手もない大田区総合体育館、井岡一翔にとって初めての無観客の試合です。青コーナー114パウンド、メキシコ、現在15連勝中のここまで34勝 24KO 4敗1分け、元 WBO-IBF 統一世界ミニマム級チャンピオン、本日世界タイトル2階級制覇に挑む指名挑戦者、 WBO 世界スーパーフライ級第2位トップコンテンダー、フランシスコ・チーファ・ロドリゲス・ジュニア。勝てばライトフライ、フライ級2階級を飛び越えての2階級制覇、元ミニマム級世界王者、フランシスコ・ロドリゲス・ジュニアです。WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドです。チャンピオンの井岡にとって3度目の防衛戦、ロドリゲス・ジュニアにとっては2階級制覇をかけた一戦です。大田区総合体育館から生中継でお伝えします。試合が始まりました。まず飛び込んでいきました、チャレンジャーのフランシスコ・ロドリゲス・ジュニアです。チャレンジャーが果敢に出ていきました。まずは軽くパンチを放っていく、両者白いグローブ、白いトランクスが日本の井岡一翔チャンピオン、緑のトランクスがメキシコのチャレンジャー、ロドリゲスです。この放送の解説は元世界チャンピオンのお二人、内藤大輔さん、内山隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スペシャルゲストとして東京オリンピック女子フェザー級金メダリストの入江聖奈選手、リポーター赤荻、杉山亮アナウンサー、実況伊藤でお伝えします。入江選手、どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずはジャブ2つ、レフェリーはビニー・マーチンです。ジャッジは3人、福地裕二、染谷道明、池原信人です。ゴングと同時に出ていったロドリゲス、ただそこからは静かな主導権争いになっています。ワンツーはチャンピオン、左フックからワンツー、左にもらった井岡、アッパーを飛び込んで打ちながらロドリゲスが出てきました。さあ内藤さん、はい、まずこの好戦的なチャレンジャーロドリゲス相手にチャンピオンがどう応じるかというところでしたが、パンチがいくつか当たりました。そうですね、パンチ力ありますね、チャレンジャーロドリゲス選手は。内山さん、このチャレンジャーも軽量級においてはかなり高い KO 率を持っています。はい、やっぱね、今ちょっと見たんですが、やっぱりパンチ力あれ感じますね、すごく、はい、で体に厚みがありますね。厚みですか。はい、すごくこうちょっと分厚いなっていうイメージを受けましたね。なるほど。ただまあ井岡選手はいつも1ラウンド目はもうこう落ち着いてどっしり構えて様子見てって感じなんで、焦ってはないですね。体つきに関してはどちらも 52.1kg リミットのスーパーフライ級、昨日の前日計量はリミットきっちり、井岡は 52.1kg、 ロドリゲスは 51.7kg と 400g アンダーでした。やはりボディは井岡です。あのボディがね、やっぱね、いいフェイントになってくるんですよね、はい、いいボディでしたね。ワンツーから左フックは井岡です。身長、リーチ、脅威ほとんど一緒という体格ですが、ただ内山さん、昨日の前日計量からまた 3kg 左アッパーから3つパンチを打ちました。4キロぐらいロドリゲスは戻してくると前日話していましたが、その厚みを感じますか。そうですね、やっぱね、少し分厚い感じはしますね。左フック当てました井岡です。顎を引いているチャンピオン、白いトランクス、緑のトランクスがメキシコのチャレンジャーロドリゲス、ちょっとパンチは空転。
3分12ラウンド、1ラウンドまず2分半が経過しました。画面右下でこのラウンドの残り時間を示しています。ロドリゲス選手、1ラウンド目は、ね、様子少し見るかと思ったんですけど、1ラウンドから出てますね、グイ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 。そうですか、もっと圧力かかってきますよこれから。ロドリゲスにとってはこれが世界戦は6年ぶり4度目、元ミニマム級の世界チャンピオンが6年ぶりの世界戦で果敢に出ていくチャレンジャーでした。両選手の経歴成績をご紹介。第1ラウンドは果敢に出るチャレンジャー、それに応戦してパンチを当てるというチャンピオンでしたが、この左のパンチガードの隙間からチャレンジャーが当てていきました。ただ内山さん、はい、チャンピオンの井岡選手表情は冷静でした。まあ、いつもあの一ラあの本当に相手が出てきても冷静に対処しますから、はいはい、第2ラウンドが始まりました。レフェリービニーマーチンが2人を合わせます。プロボクシング世界タイトルマッチは3分12ラウンド。今日のレフェリーは元日本スーパーベルター級ミドル級の2階級チャンピオンのビニー・マーチン。ジャッジ3人は世界戦60戦以上をさばいた経験のある福地裕二さん、そして井岡田中戦でレフェリーを務めた染谷道明さん、さらに元日本バンタム級チャンピオンの池原信人さんが務めています。今日は内山さん、内藤さんにもラウンドごとの10対9というポイントをつけていただくということになっています。はい、1ラウンド目は内山さん、かなり競った展開でしたが、そうですね、どちらが優位に見えましたか。本当にね、どっち、ちょっとね、本当難しいです。ですか。1ラウンド目は本当に合格ですね。難しかったね、はい、1ね、どっち。このプロボクシングは有効打、積極性、攻撃につながる防御、主導権争いという4つを元にしてジャッジを10対9と振り分けていきます。ですからそれらを鑑みてもなかなか難しいという1ラウンド。伊藤さん、はい、チャンピオンサイドです。陣営としてはですね、まあ、様子を見ていくラウンドだったけれども、とてもいい立ち上がりだったと見ていますね、はい、でこの後もボディを中心に攻めていくという指示ですね。赤コーナー、チャンピオン陣営は赤荻アナウンサーです。右ストレートがチャレンジ当たっています。ボディという言葉がチャンピオン陣営からはあったというリポート。そうですね、あのボディで、いいボディ、いいボディ入りましたね。聞きましたね、ちょっと聞いたですね、動きが止まりました。あ、止まった、聞きましたね、いいの入りましたね。それをもちろん内山さん、井岡も感じているような感じですね、はい、やっぱね、スッと入れてるボディがうまいですよね、はい、チャレンジャーのロドリゲスもメキシコでは標高 3500m の高地合宿を観光してスタミナを鍛えてきたそうですが、ただ16日に来日してからはホテルでの隔離生活もありました。なかなかトレーニング、コンディション作りが難しいという中でも、あえて内藤さん、チャンスということでこの日本にやってきたロドリゲスですね。そうですね、もちろん気合は入ってるでしょうね。右ボディストレート、井岡ロドリゲスもミニチュア級で世界王座を掴んだ後、ドニー・ニエテスの王座に挑みました。井岡もニエテスの王座に挑みましたが、それ以来なかなかチャンスがありませんでした。ただこの5年間15連勝という中でチャンスを掴んだロドリゲス。ですから内山さん、かなり1ラウンド目の出だしから積極的なロドリゲスでしたからね、はい、まあ、やっぱり、ね、もう世界チャンピオンになりたいですからねという思いですね、はい。今29歳のチャレンジャー、チャンピオンは一方32歳。ただ井岡も負ければ次への統一戦、その権利を失うというベルトを保持する戦い、同時狙い、おお怖い怖い、激しいパンチ、ワンツースリー、ナイスカウント、いい、あ、当たんなかったけどいいですよ。2人がもつれたところで第2ラウンド終わりました。WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ2ラウンドまでが終わりました。さあリングサイドで目の前で試合を見ている入江選手、ここまでの感想いかがでしょうか。はい、あのロドリゲス選手の勢いに乗った時のコンビネーションと左アッパーの角度は怖いなと思うものがあるんですけど、やっぱ井岡選手の左ボディがすごく綺麗に入るので、まだ、はい、勝負の行方がわからないです。やはり相手のロドリゲスの左アッパー角度ですか、隙間を縫うような感じでしょうか。はい、縦に入るような感じで、ガードの隙間から相手からしたら、はい、相手からしたら避けづらいんじゃないかなと思います。ただその相手にどうでしょう、左のボディ、右アッパーが井岡当たりましたが、入江選手やっぱり左ボディが効いていきそうですか。はい、井岡選手どの距離からでも華麗なコンビネーションを打てるので、やっぱりそこは強みかなというふうに今思いました。なるほど、はい、女子フェザー級東京オリンピック金メダリストの入江聖奈選手が今日はリングサイドで見ています。
かなり激しく打ってくるロドリゲス、チャレンジャーです。チャンピオンもボディ打ちね、すごいいいんですけど、はい、チャレンジャーのボディ打ちも上手なんですよ。あ、そうです、気をつけたいですね。伊藤さん、はい、挑戦者のロドリゲス対応ですが、指示としては自分がやってきたことを信じてやれと、スピードはお前の方がずっといいと、井岡に関してのイメージも予想通りであると言っていますね。あ、そうですか。特にボディのフック、これを狙っていこうという指示です。やはり左ボディブローがキーというチャレンジャー、ロドリゲス陣営は杉山アナウンサー、飛び込んでるパンチ一つ、内藤さん、スピードはこちらの方が上だというチャレンジャー陣営ですが、いかがですか。あの、いや、チャンピオンも、チャンピオンも、お、右交錯した。チャレンジャーの方が速いというふうには見えないですけどね、チャンピオンも十分速いですよ。はい、一つ内山さん、スピードという意味では、はい、飛び込んでくるスピードはチャレンジャーありそうですね。そのね、勢いはありますけど、スパン体のスピードじゃ井岡も全然変わらないですね。あ、そうですか。大丈夫で右合わせた左、強烈なパンチ、下がってチャンピオン、カウンター今上手でしたね。そうですか、気をつけたいですよ。結構ね、もう思い切ってくるんで、そこは怖いですね。この辺りがハードパンチャー、34勝 24KO、 右ショートで当てた井岡です。チャレンジロドリゲススイッチしましたね。スイッチ、もともと左手前右構えという形ですが、スイッチして右手前のサウスポースタイルにスイッチしてくる。右離れ際でした。かなりここ最資金はそのスイッチも使ってくるチャレンジャーロドリゲス、頭が少しぶつかりました。チャンピオン、ガードが高いからいいですよ、右ガードが。カウンター狙ってますからね、ロドリゲスは。相手はこの左の右ストレート入りました、チャレンジャー。ポチャル、ショートアッパー。ポチャルな。かなり圧力で押しています。先ほど入江選手からもパンチの角度という話もありましたが、威力もあるというそのチャレンジャーです。ロドリゲスはこれがプロ40戦目、井岡はプロ29戦目、ただ井岡は世界戦だけでこれが20戦目です、うん、右フックはチャレンジャー、この左右のフック強烈、カードの上から打ってくる、どちらも譲らない第3ラウンドでした。52.1 キロリミットスーパーフライ級タイトルマッチ、チャレンジャーのロドリゲスのパンチが井岡を捉えています。ここまで序盤で顔面にもらうシーンというのも井岡にとっては珍しいかもしれません。そうですね。第4ラウンドが始まりました。あ、やっぱりガンガン来ますね、はい、どんどん来ますよ、これからも圧力をかけます。このタイトルマッチの主なルールです、レフリーが試合続行不可能と判断しない限りノックアウトにならないフリーノックダウン制、途中採点の公開はありません。グローブは井岡がアメリカ製8オンス、ロドリゲスがメキシコ製の8オンス、飛び込んできました。どちらも色は白です。偶然のバッティングによって試合続行不可能な場合は4ラウンドまでドロー、それ以降は採点による判定となります。右、どちらも右でした。そうですね、今日解説のお二人にラウンドごとに10対9テンポイントマストシステムということで優劣をつけることでポイントをつけていただいていますが、難しいと思いますが、内山さん、ここまでどうですか。うん、難しいです。ほぼ互角なんですけど、どっちかに付き合わちゃいけないんで、という中では、という中では今のところ、はい、若干ロドリゲス選手の方が、まあ、勢いの分、ショートアッパー井岡、勢いの分、あ、ボディ、ボディ、ボディ入ったかな、ワンチュー井岡、ちょっとロドリゲス、ちょっとボディ効いた感ありますよ。あ、そうですか、はい、止まってます動き。ですから序盤は内山さん、内藤さんともに相手の積極性、前に出る圧力をそうですね、ポイントとしてつけていましたが、あの圧力ってずっと続けられるもんじゃない、おお、気をつけたい。ですからまずは序盤この圧力をしのぎ切って、井岡が中盤から終盤へと、ね、しのげらしのげらから右ボディ井岡、相手打った時にボディを細かく入れていく、ちょっと嫌がって肘が下がっているチャレンジャー、そうですね、ちょっとボディを少し嫌がってます、警戒しますね。ただ井岡がそれを感じてまた少し下がって呼び込むような動き、この辺りの駆け引きです。井岡はさばきたいところなんですけど、ロドリゲスの圧力が結構あるので、はい、逆に下がらないで井岡の方も攻撃的になっているところあると思いますね。あ、そうですか。さばこうさばこうとすると飲み込まれる場合がところがあるので、なるほど、うん、内山さん、そのさばく方にも下がるだけではなくて膝を折り曲げるダッキング、はい、あるいは体を動かすウィービング、今のような動きもあります。そうですね、ただロドリゲス結構低く構えるんですよ、はい、
そうするとやっぱボディとか当たりづらくなるんですよね。なるほど、近い距離、ロドリゲスはこの接近戦に持ち込みたいと言っていましたが、ショートアッパー井岡、どちらも激しく打ち合います。ここまではまだ分からないという第4ラウンド。手数出ますね。出ます、止まりませんね。おー惜しい。いやチャレンジャーらしい。自身6年ぶりの世界タイトルマッチ、ミニマム級では高山和成と IBF WBO の統一戦勝利をして統一チャンピオンになりました。井岡も八重樫明との WBO と WBC ミニマム級統一チャンピオンです。井岡相手が出てきました。強いパンチをもらったチャンピオンです。井岡のパンチとロドリゲスのパンチが交錯しました。井岡にとっては3度目の王座防衛戦、ロドリゲスにとってはミニマム級以来、ライトフライ級とフライ級2階級を飛び越えてのこのスーパーフライ級2階級制覇がかかっています。第5ラウンドが始まりました。プロボクシングのジャッジ採点ではラウンドごとに有効打、積極性、防御、主導権争い4つを観点から10対9とポイントを振り分けていきます。解説のお二人にもその10対9というポイント書いていただいていますが、まず内山さん、ここまでのポイントどうでしょう。はい、まあ、今ねちょうど僕の中でイーブンぐらいですね。イーブンになりました。はい、一緒。こちらが内山さん。一緒。一緒ですか。僕も一緒。内藤さんも同じですか。ああ、ナイスカウントは。ですから内山さんは1と4が井岡、2と3が相手というジャッジでした。内藤さんは同じポイントでも取ったラウンドが違いますね。僕はキャンピオン井岡2と4取ってます。1ラウンドは互角と見たわけですね。互角だけど振り分けなきゃいけないんですよ。はい、なので1と3がロドリゲス。なるほど。ですからこのように元世界チャンピオンのお二人でも見方が少し変わってくるという中で、ここから中盤以降どうなってくるか。スイッチしました。これがロドリゲス。もちろんこれも頭にはあるチャンピオンですが、スイッチされると内山さん、はい、右構えとしてはどんな対策が必要ですか。まあそんな変わりはないんですけど、はい、やっぱり一瞬こうリズムが変わるんで、リズム、はい、ちょっとこうやりづらくなる場合もあるし、逆にやりやすくなる場合もあるんですよ。そうですか。はい、首で相手を押して距離を測る井岡です。伊藤さん、はい、チャンピオン陣営です。やっぱりこう揉み合うぐらい近い距離での展開が続いているので、攻めとしてはボディを続けること、そしてディフェンスとしては離れ際に注意だという指示ですね。離れ際ですか。ナイス。前へ出てくるチャレンジャーです。チャレンジャー鼻血出ましたね。かなり出血してますね。やはりボディはいいよか。近い距離でのボディという指示が飛んでいるチャンピオン陣営。ただ内山さん、この近い距離でのボディ打ち難しいですが、井岡は非常に得意でもあります。まあ難しいですけど、コツコツ当てればやはり相手も、いや、おもらった。パンチの威力があるハードパンチャー、軽量級バマでした。ノックアウト率を残しているロドリゲスです。また井岡選手はね、打たれ強さを持ってますから、はい、ガードの良さプラスなのでね、まあ、そこは、ね、耐久力が強いですよ。なるほど。井岡はプロキャリアでダウンはこれまで2度しかありません。パンチを打って離れるショートアッパー、これが入江選手の言う角度、隙間を抜きます。左から右、もらいながら打って出る井岡。パンチの数としてはチャレンジャーが当たっているようにも見えますが、ここで第5ラウンド終了です。6回目、去年大晦日田中康生とのビッグマッチ、見事に田中康生を退けて2度目の王座防衛を果たした井岡、3度目のタイトルマッチ防衛戦です。白いトランクスがチャンピオンの井岡勝人、32歳、
緑のトランクスがメキシコのチャレンジャー29歳ロドリゲスジュニアです。井岡は去年のその防衛戦の後タトゥー問題やドーピング騒動などにも巻き込まれてきましたがそれを乗り越えてきました。今日は内藤さん、この井岡選手は腕にスプレーやその肌色の粉などをつけてなんとかその隠しているというリングですね。そうですね、少し汗などでも落ちてきてはいますが、そうですね、落ちてはきてますけど、はい、ちゃんと、ね、消す精は出してましたね。ですね、その中であとはリングで結果を出すだけという井岡です。どちらもミニマム級で初めての世界王座、井岡はミニマム級の後はライトフライ、フライ、そしてスーパーフライと4階級を制覇してきました。一方のロドリゲスもミニマム級で世界王座を取った後は減量区ということでその王座を返上して階級を上げてきました。スーパーフライ級に上げてからは5年間15連勝というロドリゲスです。少しリズムが変わってきました、うん、そうですね、少し僕的に勢いが少しロドリゲスちょっと落ちましたね、減ったかなという感じですね。そうですか、ガードの上から井岡です。で、ね、井岡選手のいい部分ではそのもうペースが本当変わらないんですよね、はい、ずっと基本を繰り返す感じで相手がしたらなかなか崩せないんです。やりジャブが当たりました。すごい嫌ですね。クリーンに今は当たった。いいですね、ペースがだいぶ良くなってきましたね。このジャブからのフックが当たってくると井岡ですがロープを背にしますが距離をうまく取ってバックステップでかわしました。この辺りの空間把握能力、支配力というところも井岡の力、これまでのキャリアです。ちょっと足元疲れも見えるチャレンジャー、体でちょっと電話してますよね、はい、右思いっきり打ってきますね。ですね、井岡も東京オリンピックではボクシングにも注目、野球やサッカーにテレビ観戦で釘付けだったそうですが日本は入江選手を含めてメダルが3つ、これまでオリンピックで日本勢は5つのメダルがありましたが金メダルは入江選手としては初めてでした。ナイスクロス、惜しかった。その入江選手の前で今度はプロボクシングの魅力も感じてほしいと語った井岡です。第6ラウンド、このラウンドが終われば12ラウンドのうちの半分が終わります。ナイス。前傾姿勢の井岡、2つジャブ、速いジャブです。ジャブはすごくいいですね。飛び込むロドリゲス、やっぱりジャブちょこちょこもらうと相手はとにかく強いの当てようと思って踏み込んでくるんですよね、はい、そうすると大振りになるんで まさにまたそこでカウンターが入りやすくなるんです。井岡が主導権を握り始めた第6ラウンドです。チャンピオン井岡陣営、集中だという声を受けました。リングサイドでは東京オリンピック女子フェザー級金メダルの入江聖奈選手が目の前で試合を見ています。入江さん、これで6ラウンド12ラウンド中半分終わりましたけれどいかがですか。はい、ロドリゲスさん の右左で入ってくるコンビネーションとやっぱ飛び込んで入ってくる左フックはすごい厄介なんですけど、やっぱり少し運動量が落ちているので井岡選手が前半から打ち続けてきたボディが、はい、もうじわじわと出てくると思います。やはりボディ打ちというのは効いてくるものですか。はい、やっぱりこのボディ、はい、プロは長丁場なのでやっぱりボディの効果は絶大だと思いますし、そうですか、はい、疲れてきたところに打つボディというのはまたすごくしんどいと思うので、はい、ここから一気に井岡さんのペースになるんじゃないかなと思います。今のもボディでした。はい、嫌がってますね。うん、入江選手が出場した東京オリンピックアマチュアは3分3ラウンド、プロは3分12ラウンド、そしてグローブもこのリング上では8オンスという重さ、一方のアマチュア女子の選手では10オンス、ダメージもまた違うというプロとアマです。ナイス。おう、ロドリゲス、やっぱり前半と比べると手数落ちましたね、はい、その中で井岡がどう組み立てていくか、少し足を使ってリングを動くという井岡。井岡のこう強いところは変わらないんですね、内山チャンプも言ってましたけど、右ストレートをカウンター、ずっと一定で戦い続けられることができているところですよね。ペースが変わらないから相手からしたらすごく嫌ですよね。あ、本当
ポーカーフェイスだし、ね、やりにくいですよね。確かにここまで前に出続けたチャレンジャーですが、このラウンドは後ろに下がりながら見切ってますね、しっかりバックステップでかわしました。そしてかわしてパンチ、ボディスパス、また右アッパー。この距離感です。右をもらいながら右ショータッパー。伊藤さん、はい、そのあたり挑戦者なんですが、先ほどまではとにかく自分からプレッシャーを与えていくという指示が多かったんですが、先ほどからはですね、相手の様子を見てそのあたり緩急つけて、怖い怖い、行かないときは行かないという指示も飛んでいますね。そうですか、やはり前に出続けるのは難しいというロドリゲス、チャレンジャー陣営、左ボディでした。あれうまいですね、あれうまいですよ。この離れ際もうまいですね。ちょっとテーピング気になりますね、ロドリゲスのテーピングは。ショートアッパー井岡、テーピング、右のテーピングが少しほどけかかっています。中にはわざとこう緩める場合があるんですよ、セコンドが、はい、それはどういうことかというと休むためにっていうね、そういうのもあるんでね、きちっと次のラウンドを巻いてきてほしいです。第7ラウンド後半戦の最初のラウンド終わりました。ボディからの顔面のストレートがヒットしています。上下の内訳、そして井岡の真骨頂であるジャブも当たり始めています。第8ラウンドが始まりました。飛び込んでのフックはチャレンジャーです。またスイッチして距離を詰めてきたチャレンジャーです。WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドで争われます。今中盤最後の8ラウンド目、解説は内藤大輔さん、内山隆さんです。リングサイドには東京オリンピック女子フェザー級 57kg リミットの金メダリスト入江聖奈選手が来ています。ビリーマーチンが2人を分けます。かなり疲れもあって休もうというチャレンジャーだったかもしれません。そんな感じしますよ、ロドリゲス疲れてきてますね。序盤のような前への突進力もなくなってきましたが、パンチをかわしています。伊藤さん、はい、チャンピオン陣営は今のこの距離感がいいと話してますね。近すぎず、そして遠すぎずという距離感ですね。そしてスピードを生かして上下しっかり打ち分けていこうという変化を加えようという指示ですね。チャンピオン陣営は赤荻アナウンサーです。確かに内山さん、序盤はチャレンジャーが1歩踏み込んでその後2歩3歩出てきていましたが、はい、1歩踏み込んでその後バックステップで遠い距離に行かれると届かないですね。来ないですね、はい、やっぱり追い足がだんだんちょっと疲れてきている部分もありますから。追い足ですね、はい、なるほど。そのあたりの足が動かなくなってきているチャレンジャーに対して井岡が逆に距離を詰めていきます。うーん、おー、ナイス。ここはプレッシャーかける、形勢逆転してますね。あ、そうですか。左ジャブから左フック、あえてガードを下げて井岡、上下の内訳。今度はどちらかというと井岡チャンピオンの方が追う感じですもんね、はい。井岡のその追い足は内山さんどうでしょう。いや、じっくりじっくりじわじわと行くんで、はい、すごくいいと思いますよ。なるほど、無理に深追いはしませんよ、はい、やっぱ踏ん張ってるのでパンチがやっぱりこう力が入るんで。あ、そうですか、はい、もらった。右のショートをもらっていました。チャレンジャーもチャンピオン井岡が前に来るのを感じてカウンターも少し合わせに来ているか。あ、いいですね、ボディ攻撃いいですよ。徹底してこのボディは序盤から打ってますね。そうですね、右ショートから左フック、たとえまともにもらわなくても嫌なもんなんですよね。やはり意識がボディに行きますか。そうですね、左ジャブが当たりました。ロドリゲスの左目の下カットしています。鼻血も出ているロドリゲス、左ガードしていました井岡です。パンチも見えている、しかし追ってくる、右もらった井岡、足に少し来ている井岡、膝をつきましたがこれはダウンではありません。ここで第8ラウンド終わっています。第9ラウンドが始まりました。 WBO 世界スーパーフライ級 52.1kg リミットの12ラウンド、ここから残すは4ラウンド。チャレンジャー緑のトランクスはメキシコのロドリゲス、白いトランクスが3度目の防衛戦というチャンピオン井岡です。
ラウンドごとに3人のジャッジが10対9と優勢な方に10点、劣勢な方に9点をつけていくテンポイントマストシステムです。いやロドリゲス、疲れてますね。ちょっと動きがなく、クリンチ組みついて時間を使おうという感じ、ちょっと疲れるとあの体で押しちゃうところが出てしまうんですよ、はい、それが今出てますよね。体をもう、もたれかかるようにね、足で耐えきれず体でもたれかかってしまう。あの疲れるから、あと相手に攻撃させないようにするためにもこう寄りかかるとね、寄りかかってるんですよわざとね、はい、ああいう接近戦になるとね、こうあのね、接近戦結構やっぱ怖いですよね、パンチはまだ生きてるんで、うん、さあその中で内山さん、内藤さんのジャッジですけれど、内山さんのジャッジを少しお聞かせいただけますか。はい、そうですね、まあ、僕のところ今のところロドリゲスは取ったラウンドが3つですね、はい、ですからこの終盤にかけては、はい、よく取ってるかなと、一方の内藤さんですがいかがですか。あ、ボディへの打ち合い、どちらもボディから、今度は顔面右ストレートを見た、ちょっと気をつける気をつける、無理に打ち合わないよ、飛び込んで変則的な左フックでした。まだパンチが来てる、右から左、怖い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 、もらっている、怖いよ。ポイントではじわじわと逆転という流れかもしれませんが、一発ダウンを喫すると10対8、2ポイント相手に取られます。少しパンチをもらっているようか。そうですね、気をつけない、出てきた、いい、クリンチ、ここは踏みつくクリンチで逃れるという優香です。ロドリゲスは結構細かいパンチを打ってくれてありましたね、はい、右ストレート当たった細かいパンチです、試合の中で一発一発のフックが先ほどまで目立っていましたが、ちょっとストレート系も出てましたね。いや、そこら辺はすごくこう上手い選手ですね。あ、戦い方を熟知して、はい、なかなか急に大きいパンチを、細かいパンチ変えられないんですけども、はい、このラウンドあのチャンピオンちょっとパンチもらっいっちゃいましたねっていう印象があります。はい、これももらっている、右もらったか、怖い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 、うん、ちょっともらってますよ、はい、ここはどうするべきでしょうか。そうですね、あの無理に打ち合わないように、あの守りに徹してもいいんじゃないかと思います。ある程度距離を取ってもいいと、大げさに言って、このラウンドを取られても、あ、なるほど、はい、いいと思います。12ラウンドを見据えてという中で、井岡はこれが世界戦20試合目、うん、これでいい、これでいい、うん、残り5秒、耐えた方がいい。最後はきっちりと相手をさばききりました井岡です。さあ残すは3ラウンドになります。ロドリゲスの左目のカットは偶然のバッティング衝突によるものですから、両者とも減点はありません。このラウンドはパンチを少しもらっているという内藤さんの解説もありました。パンチの威力はどうでしょう、内藤さん、ロドリゲスに関して。ああ、まだまだ生きてますよ。生きてますか。はい、この当たりは顔面、おでこでもらえばそれほどダメージはないかもしれませんが、顔が少し後ろに飛ぶような井岡のシーンもありました。さあ内山さん、残す3ラウンドです、はい、ポイントでは内山さんの見立てでは井岡が勝っているかもしれませんが、そうですね、この3ラウンドで、ただね、今のラウンドは多分ロドリゲスが良かったんで、ちょっとこれはね、残り3ラウンド本当に分かんないですね。全て取らなければ、取らないと分かんないです、うんうん、僕微妙です、僕、まあ、僕的にいいですね。まだ1本、いきなり出てきたチャレンジャー、残す3ラウンド、またギアを上げてきたチャレンジャー、残っています、スタミナ残っているチャレンジャー、そうですね、勝負かけてきてるんじゃないですかね、このラウンド、うん、右もらった、しかし井岡も当てています。井岡はエンジの WBO の世界チャンピオンベルトを持っています。 WBA の黒、WBC の緑、IBF の赤、その他団体との統一戦に向けて負ければ先がなくなる井岡ですが、ポイントでは競っているという内山さん、内藤さんです。激しくくるチャレンジャー、まるでこのラウンドまた復活したかのように手数が増えてますね。ですね、左ボディ持ってきたチャレンジャー、少し動きが止まっているチャンピオン、ナイス、このままボクシング中継を延長してお伝えします。そう、チャンピオン、いい、いや、いいと思う、下がらない方がいい、右技で井岡、ナイス、押し返して井岡、やっぱあの押し返すのもいいですね、はい、やっぱ体力使うんで相手も、はい、押された方の方が体力使う、あの取られるんで、下がる一方ではジャッジへの印象もまた変わるでしょうし、ここは距離を取ってパンチをかわす、クロスを当てる井岡、また体を預けてくるロドリゲス、
レフィリービリーマーチンが2人を分けようとしますが、近い距離離れ際も注意が必要です。逆に井岡の細かいパンチ当てるボディ、やっぱりロドリゲス、まあ、左ボディ当てた、コンビネーション井岡、いい打ち返しだ、一発のパンチロドリゲス、細かいコンビネーション井岡。ロドリゲスも5年間負けなし15連勝中でチャンスを待っていました。新型コロナウイルスの拡大もあってメキシコでは2020年は試合が1試合もできませんでした。そして今年2月の1つ前の試合ではまたスーパーフライ級の上のバンタム級でも戦っている体格の大きな選手ですから、減量から少し解放されてまだスタミナも生きています。パンチの変わる、打ち返す、いや打ち返してますね、チャンピオン今、ね、一瞬当たって一瞬効いたかと思ったんですけどね、ロドリゲスが、ただ相手も止まらない、けかずも止まらないロドリゲス、下がらないで前に出た方がいい、ここは、うん、ただ決定的なクリーンヒット、クリーンエフェクティブヒットはこのラウンドそこまで両者出ていません。一発でも当てられれば、残り20秒、右当たった一度息をついて、残り15秒の攻防、細かいパンチ、ロドリゲス、チャンピオン当てたい、右ショートアッパー、ナイスボディ、ボディいいのか、顔面、最後だけで決まった、井岡の左フックが最後当たってチャレンジャーは雄たけびを上げました。この後水曜日のダウンタウンはボクシング中継終了後にお送りします。さあ残すは2ラウンド、内山さん、はい、先ほどのラウンドは今日一番の打ち合いだったと言ってもいいかもしれません。そうですね、あのもうお互い残りラウンド少ないというのはありますし、まあ、ロドリゲス選手が余計出てくるようになったんで、はい、まあ、井岡選手はもう引かないで迎え撃つ感じでしたね。この左フックが終盤に当たりました。 WBO のタイトルマッチは途中採点の公開はありません。ですから内藤さん、内藤さんも手元でつけていますが、はい、今五分五分ですか、あの微妙なラウンド多いですけど、はい、あの僕は井岡の方がポイント取ってるんじゃないかとは 思ってます。内山さん、残す2ラウンドどちらも取っていきたい井岡ですね。そうですね、やっぱまあやっぱり判定どうなるか分かんないんで、本当分かんない、自信はない僕は。さあ第11ラウンド始まった、またチャレンジャーロドリゲスジュニアが出てきます。29歳、プロ40戦目のキャリア、内藤さんもプロ42戦のキャリアがありますが、かなりこれまで経験を積んできています。これチャレンジャーからしたら残り2ラウンドきっちり取りたいところでしょうね。取り切ればチャンピオンベルトが見えているというチャレンジャーかもしれません。逆に2ラウンドチャンピオン取ったら防衛の確率はかなり高いと思います。ですから大事な残り2ラウンド、ナイス、あーちょっと聞きましたね、一瞬聞きましたね、今の表情を感じましたか、うん、聞いた、うん、止まってる、ここでね追い打ちをかけてほしいところですけども、セッタ展開、右当たった井岡、下がった、首を横に振ったチャレンジャーですが、パンチは出ない、左ジャブガードの上からチャンピオン、右ストレートチャンピオン、右チャンピオン、連打が当たった井岡、しかし返してくるが力がありません。クロスのストレート良かったですね、入り際の。ちょっと内山さん、ロドリゲスも腰が入っていないパンチと言いますか、もう今あの体の一体勢いで打ってる感じですね。膝も伸びきってダメージ、あーまた左の眉尻あたりから出血しているチャレンジャーです。うまいうまい。さあ残り1分40秒第11ラウンド、いっぱいいっぱいだ、相手はカウンター狙うか、合わせてくる、そうですね、カウンターもそうですけど、ちょっと疲れ出てますよ、疲れてますよ、先ほどかなりギアを上げてきたチャレンジャーですから、このラウンド少し止まっているか、となればチャンピオンは行きたいですね。そうですね、きっちり取りたいです。他団体との統一へ、オリンピックでの刺激をもらって今度はプロボクシングの魅力返す番ですと、リングに上がった井岡、いい試合です、はい、無観客がもったいないです。2019年の4階級制覇、アストンパリクテから白星をつかんだ、あー止まった、2020年は田中康生との大晦日の激戦、そして迎えた今年最初の試合、ジャブからチャレンジャー止まりましたね、手数が出てない、
もうパンチが出てこない。ナイスナイス。井岡が残り40秒、これを見てどうするか。ジャブを パンチ、おー、ナイスナイス。井岡落ち着いてますね、はい、うまくさばいて、あチャンピオン、ね、スタミナもきっちり、ね、残ってますね、はい、井岡もなかなか今年は試合が組めない中で、この試合ができるのは奇跡に近いと昨日も話していました。関係者の努力と本人陣営たちの努力が相まって、無観客ですが試合が行われています。さあ距離を取って残り10秒、細かいジャブ、井岡、井岡がまたギアを上げて最後の最終12ラウンドに向かいます。ロドリゲスの返り血を浴びているチャンピオンの井岡、ロドリゲスも顔をしかめる表情が増えてきました。プロ40戦目、プロ29戦目の井岡、気に入ると弱気になるね、はい。さあ11ラウンドを終わってポイント差拮抗しているという内藤さん、内山さんの見立てがある中で、最後の第12ラウンドです。リングサイドには東京オリンピック、女子としてオリンピック初めて金メダルをつかんだフェザー級の入江聖奈選手も目の前で試合を見ています。アマチュアは3分3ラウンド10オンスのグローブ、プロは3分12ラウンドの世界戦8オンスのグローブです。さあ無観客の大田区総合体育館、井岡の3度目の防衛戦、両者がっちりと左手グローブを合わせました。残り3分間です。まず先手はチャンピオン井岡のジャブ3つでした。少し動きが止まってきたチャレンジャーのロドリゲス、左ジャブは相打ち、チャレンジャー、ね、出ないと厳しいんじゃないかと僕は見てますけども、チャレンジする側のロドリゲス、はい、多分もうどうですかね、まあ、チャレンジャー陣営はポイントをどう考えてるかね、ちょっと分かんないそうですね、はい、うん、チャレンジャーがポイントを取っていると見て大きなパンチをもらえないようにという形かもしれませんし、途中の採点の公開はありません。ですからどちらもどのくらいの得点差かは分かりません。ボディ、うん、ボディね、聞いたかも、ボディ聞いたかもしれない、ボディ聞いたね、よく追い込む、ここカウンター気をつけて、右ストレート、ボディ、チャンピオンボディうまかったですね今の、あ気をつけて、井岡の最強、おお、ナイスカウント、おお、怖い怖い、ナイス、ショートアッパー井岡が2つ、あ激しい打ち合い、頭をつけて打ち合います。押し返したのは井岡、パンチを出すチャレンジャー、イケイケという陣営、ポイントは厳しいと思うですよ、チャレンジャーの方が。その中で残り1分20秒、ビニー・マーチンが両者を分けました。鼻からかなり出血、チャレンジャー、井岡は出血はほとんどありません。激しく打ち続けるチャレンジャーロドリゲス、井岡もこの王座防衛すれば先が開けて、ただ出てくるチャレンジャー、はい、チャレンジャーでも馬力ありますね、ですね、はい、押し込む馬力同じ 50.1 ですが、怖い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 、井岡もしっかり当てて、いやすごいですね、手数、いやお互いすごいです、12ラウンドですよ、疲れてるはずなんですよ、これが最後の12ラウンド目、残り30秒になりました。チャンピオン井岡3度目の防衛か、チャレンジャーロドリゲス、ミニマム級から飛び越えてこのスーパーフライ級で2階級制覇なるか、出続けるのはチャレンジャー、血まみれのチャレンジャー、足がもつれた、残り10秒です。ここで12ラウンド終了のゴングです。2人が目を合わせてグローブを合わせました。両者12ラウンド世界タイトルマッチ戦い抜きました。
この後水曜日のダウンタウンは10時15分からお送りします。解説は内藤大輔さん、内山隆さんでお伝えしてきました。両者の顔の出血を見るとかなりロドリゲスはその血が出ています。井岡はさほど血などは出ていませんけれど、ただこの見た目のダメージとは違うポイントというのが、内山さん、ここまで12ラウンドジャッジがどう見たかですね。そうですね、ポイントっていうのは本当にもうね、難しいんですよね、つける方がもう、はい、やっぱこっちの戦い方のスタイルが好きとか、ディフェンスを重視にしてるか攻撃重視するかとかね、そういう見方によって全く変わってくるんで。リングサイドの入江選手は12ラウンドどうご覧になりましたか。はい、あのプロボクサーの凄さをあの生身で感じました。はい、すごかったです。アマチュアボクサーもすごいと思いますが、特にどのあたりに感じましたか。そうですね、10、11、12でお互いがテンポを上げて、このこれだけのラウンドしてまたテンポを上げれるっていうのがちょっと信じられなかったですね。あ、はい、その体の動きというところですか。はい、あのアマチュア3ラウンドですごく疲れてしまうので、10、11、12で、はい、あれだけのアグレッシブ、あの攻撃的なボクシングできるのすごいですね。そうでしたか。東京オリンピック女子フェザー級金メダリストの入江聖奈選手が見つまる前での無観客の WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャレンジャーロドリゲス、勝てばミニマム級以来のスーパーフライ級制覇、2階級制覇、井岡は3度目の王座防衛なったかどうか。この後ジャッジ3人の採点が発表されます。元世界チャンピオンの2人の採点でもラウンドによっては違うシーンもありました。果たしてどうなったか。採点の結果をお知らせいたします。ジャッジ福地雄二、同じく染谷道明、同じく池原信人、3者ともに同じスコア116対112。3ジャッジ same score 116 to 112。Winner by unanimous decision, WBO Super Flyweight Champion of the World, Still, Ioka Kazuto! ジャッジ3人ともに116対112、3対0の判定で、井岡一人が3度目の世界王座防衛を果たしました。手元がやってきましたけれど、福地雄二さんは9ラウンド10ラウンドはロドリゲス、11、12は井岡でした。そして染谷さんは9ラウンドロドリゲス、残し3ラウンドは井岡、そして池原さんは